Podcast <music> ええ、九 T. B. S. パッキャス。ええ、どうも、からたちの大山和也と、土屋良さん、ありがとうございます。一生ついていきます。前田です。中 <laughs> いな。<laughs> なんですか、それは。はい 土屋レオさんありがとうというのはえっとこの番組がコネクトという番組で紹介されたと、はい、そうですね、はい、紹介していただいてそこでの,あの土屋レオさんのありがたいお言葉ご紹介します <laughs> い,いきなりですか、はい、いきなり紹介、はい、最高だねそこに愛情が乗っているからちょっと攻撃的な言葉でも笑えちゃうのよ本物だからだねこりゃいいね俺もこういうのやりたいな <laughs> 土屋レオさんが俺に憧れ始めてます <laughs> リップサービスだよ ラジオ仕事です仕事だから <laughs> よく言っていただいてるだけであって間に受けないでくださいえどうする俺に憧れた土屋さんがさコネクトでエロゲディストリーとか始めたの <laughs> いやもうほんとたまらんよまあたまらんねこれはもう何エロゲのコラボカフェお,<ー>お茶注文したら茶柱じゃなくて1個立ってんじゃないの？<laughs> <laughs> お前多分それ使われてねえとこだろお前な確実にカットされたくだり <laughs> かぶせんなよお前 おそらく使われてねえぞ <laughs> 確実にリップグリップ岩永は土屋さんに殺害予告するじゃん <laughs> いや違う違う違う <laughs> お前だから仕掛けてんのよそう、ね、土屋オさんには仕掛けませんから体中前えだに殺害予告しても何の波風も立たないけど土屋オさん渡辺エンターテインメント所属だからさ岩永あいつ芸能界から抹殺されるぞ <laughs> いや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 だからそこも込みで分かってますから岩永君は、うん、冷静ですよ <laughs> もうなあなたにだったらいけるっていう計算のもともちろんやってますからそれは。いやでもやっぱさデカみさんと違うなと思ったのはさ、うん、やっぱ土屋さんってさよく見るとさ俺ら側の顔じゃん <laughs> <laughs> いやお前、ちょっと待ってくれ、ちょっとお前、巻き戻させてくれ、お前、お前さらっとデカミちゃんも今、ディスってたからな、お前、さらっと今流して、デカミちゃんディスの後に、土屋良さんもちょっとカルディス入ってるから、いや、なんかね、今、華やかな世界にいる方だから、ちょっとオーラが見えるけど、実際、よく見たら俺だと同じような顔なのよ、うん。いや、そんなん言うな、お前、俺、別に返せないよ、それに関して、そうだね、と思う。なんか、どうやら鉄道オタクらしいのよ。 ああ、だ,だ同じ界隈っていう。あ界隈だね。だから、そうなると話も、じゃあね、違う界隈と会合うかもしれないね。はい、だから、デカメさんの言葉を借りれば、私の周りに20人はいる顔っていうこと。<laughs> いやいやおい。お前さ、お前、自分の手を汚さずにって、こういうことだぞ、うん、お前。やめろよな、そういうこと言うの。いや、だからさ、この土屋さんのお言葉をさ、うん 本の帯みたいにさ、なんかあの、ああ最果ての先生のあの画像にさ、なんか乗っけてほしいんだよね。どういうことですかその。本の帯とかあるじゃん、なんかコメント。ね、著名人からのコメントみたいなの。いただけるやつね。ポッドキャストとか開いたら、その俺たちの画像が出てくるじゃん、この番組の。そうね。そこになんか帯みたいな、なんかサブタイトルでもいいんだけどさ、ああ最高だね。そこに愛情が乗っているから、ちょっと攻撃的な言葉でも笑いちゃうのよ。本物だからね。こりゃいいね。俺もこういうのやりたいなって。<laughs> いやいやいや。かっこいいじゃん。まあ、確かに最高の帯みたいな感じよね。<laughs> うん もう最高の言葉っちゃお言葉よね、うん、そこに関してはね <laughs> で僕まあ、うん、お宅の話になりますけどああ先週あの桜坂46のスタートオーバーって曲が、はい はい、MV が公開されまして、今、1週間で200万回再生とか言ってるの、あー、はい、すごいね。多分これ、桜雑貨史上、一番早いタイミング、タイミングっていうか、速さなのよ。あ最速なんだ。そうそう、100万回も一番早かったし、200万回も一番早かった。あー今、一番脂が乗ってる時期みたいなの。そうそう,そうここに来てって感じなんだけど、あ<ー>まあこれ、どれだけすごいかっていうとさ、1週間で200万回再生っていうのが、うん、ランプアンプスのアカウントでやってる、唐田大山先生のエロゲ講習、うん、あれが3年間で1686回再生なの。 関係ねえだろ、今、俺はよ。<laughs> お前。<laughs> お前なんで俺菅さんで今行くんだよお前いやこれで比べると桜坂がいかにすごいかっていうのが分かるしお前その俺だけじゃなくてちょっと『ランパンプス』のアカウントにもちょっと響くような内容じゃないかそれは俺が出させてもらってる『ランパンプス』のでこの『スタートオーバー』って曲の MV が解禁された次の日ですね僕あのカエル程の中野君と坂道バーというところに行ってきましてもう坂道バーっていうのはそうそう新宿に新宿の歌舞伎町にあるんだけどもうママがもうめちゃくちゃ坂道グループが好きでもう店内ポスターとか CD とかグッズだらけなのよで中 中野くんは坂道グループのことほぼ何も知らない状態うんだから多分乃木坂桜坂日向坂の,その区別もよくついてないような状態なのだから俺は中野くんを桜坂のファンにしようと思って布教しようと思って連れて行ったのね,ね、うん、で前日にその知り合いのお宅の人に明日中野くんに布教しに行きますと連絡したのよあ<ー>そしたらそのお宅仲間の人が私も行きますと <laughs> <laughs> それは何ですか布教を布教としてそ染めたいみたいなそうそうそう <noise> よよくあるパターンよねいやいやいやあの久しぶりによく聞くじゃん久しぶりに高校の同級生からさ飯食わないって言って二人きりでなんか食べるのかと思ってたらさ急に知らない先輩来るみたいな幹部の人かなそうそう多分ね分かりませんけどもいやいや ダメなんだよそういう例えは今いやそれこそね話の腰折るとこで悪いですけど、うん、もう最近ねあなたがそういうことばっか言うからねもうそのバキュンが入りすぎて今クイズみたいになってるっていう話になってるんですよ。この前田は今ここで何を言ったんであの予想で今ネット会話が少し盛り上がりつつあるっていうので。 とんでもないことになってるんでね、お願いしますそこにはね。で、坂道バー入るなりさ、ママにさ、推し麺誰ですかって聞かれるのよ、だから櫻坂46の竹本結衣ちゃんですって言ったら、竹本結衣ちゃんのペンライトカラーの飲み物が出てくるのよ、竹本結衣ちゃんはパッションピンクとブルーなんだけど、その青と赤っぽいなんかカクテルみたいなのが出てきて、多分ん推し麺を聞いたらみんな出てくるのよ、そのカラーの飲み物が。で、まず中野くんは聞かれるのね、今の人生幸せですかといやちょっと。 それ本当に聞いてるんですすかか今の人生幸せででとも推しを作ればもっと幸せになりますよっていやいやもう完全それですけどただ中野くん多分幸せなのよ売れてるし結婚してるしさあまあ普通に幸せだよねいらないよねそのセリフはねでまず中野くんは桜坂の三期生が載ってる雑誌を渡されてこれをちょっと見てくださいと今三期生は入ったばかりですと遅くありませんと三期生新規で入ってくるのもありですよって言われて三期生の雑誌を見始めて気になった子がいたら行ってくださいみたいな。 言われるのよで中野くんがバーって見てて ちょっとこの遠藤理子ちゃんってこう気になりますみたいな。とか、谷口愛理ちゃんってこう気になりますみたいなこと言ってくるね、俺たちに。で、中野くんにまあヒアリングが始まって、どんなタイプの女性が好きですかみたいな。背の高いスラッとした女性なのか、小柄な女性なのか、みたいな。で、中野くんが、えっと、僕はそのお母さんと妹がめちゃくちゃちっちゃいんで、身長が。小柄な女性ダメなんですよ、みたいなこと言って。あ、じゃあ谷口愛理ちゃん外れるか、みたいな。で、谷口愛理ちゃんはちょっと身長150ちょいなのよ。だから大体、そのユニバー その原さんと同じぐらいだよって言ったん、ね、そ,その例えわかんねえだろうん。そしたら隣にいた。そのオタク仲間が、うん、ちょっと前田さん、ユニバースの原さんと比べるのは失礼ですよ。みたいな。<laughs> そうね。そ,うそれは失礼ね。で、その後に中野くんは？ その遠藤莉子ちゃんをちょっと気になりますって言ったから、うん、そのオタク仲間の人がそのママに、うん、ちょっと遠藤莉子ちゃんの自己紹介 VTR 流してって <laughs> なるほどねそう桜坂の公式アカウントにあるのよその遠藤莉子ちゃんの自己紹介 VTR が、うん、でそれを見始めるのね、うん、でその頃にちょうど援軍としてもう一人のオタクが来るのよちょっと俺ら二人とママだとちょっと難しいなと思ってのその染めるのが難しいうですか その人が来た頃に、ちょっとじゃあ、遠藤理子ちゃんあ、あ良よかったです、みたいな、中野君が言って、うん、じゃあ、ちょっと一回、3期生のドキュメンタリー動画も見ましょうみたいなことになって、うん、<laughs> ドキュメンタリー動画見ると、他のメンバーもいるんで、遠藤理子ちゃんの人間性とか、そういうのも分かってくるんで、性格とかも、うん、で、こう、みんなで見始めて、うん、で、ちょうど見終わった頃かな、うん、あの日向坂の4期生もいますよっていう話になったね、うん 日向坂の4期生も入ったばっかりだから、日向坂新規で入るのもありですよ、みたいなことを言ったときに、そのママが日向坂の正源寺陽子ちゃんが好きだった。この子は売れるぞって言ったら、その3人目のお宅、援軍できたお宅が、いや、山下しずきちゃん、桜坂3期生の山下しずきちゃんの方がすごいっていうので、喧嘩をし始めた、うん、もう内部分裂始まってんじゃねえかよ<ー>。<laughs> で、ママが、いや、正玄寺陽子ちゃんはもう NHK でレギュラー番組があると。うもうこの子は国民的スターになるし、顔もいつ朝ドラの主演に決まってもおかしくないみたいな。で、その、いやいやいや、桜坂3期の山下静樹ちゃんの方がすごいと。言 <laughs>、まあ、い,い争いが始まって、中野くんもずっと下向いちゃってさ、うん、<laughs> 気まずい雰囲気が流れたのよ。 いやだからね、その幹部同士でもやっぱり意見の対立があるからねそうそう。それが15分ぐらい続いたのかな。で、俺もこちょっと話を変えなきゃなと思ってあの、桜坂の3期生の小田倉玲奈ちゃんって子がいるのよ。はい、だから、俺は小田倉玲奈ちゃんとかもいいよって中野くんに話しかけたのよ。うん、そしたらさ、小田倉玲奈ちゃんってワード聞いたら、小田クってもう入ってくるしかないからさ、小 <laughs> 田倉玲奈ちゃんもいいですよねっての、そのさっきまで喧嘩していた人たちが入ってくるのよ。で、小田倉玲奈ちゃんはすごいお嬢様で、学校もお嬢様学校に通ってるのよ。うん、で家にもなんか地下室とかがあってゴルフと とかも趣味だみたいな話になった時に、うん、なんで坂道グループってなんかお金持ちのお嬢様が多いんでしょうねみたいな話になったのよああなるほどね、うん、なんか結構多いのお金持ちのお嬢様って、うん、どこのグループもそしたらその3人目のさっきまで喧嘩していたそのオタクが、うん、これは多分金持ちが可愛い女性を捕まえて子供を産ませるからですよみたいな最低なこと言い出してさ <laughs> お前この時代に大丈夫かお前これは <laughs> マジで。 <お>前 <laughs> いや金持ちのおじさんが若いか可いい女の子と結婚するからそういう可愛い女の子が生まれてくるんですよみたいなこと言って <laughs> いやいやいやお前怖いこと言ってるそのお前が言ったんじゃないにしろ <laughs>、うん、お前今日コンプライアンス消して受けてきたばっかりだから受けてきたばっかりでそれを出せる感じが怖いのよ <laughs> お前が発言した発言じゃないにしろ 何が怖かったってコンプライアンス研修の時ねお前まっすぐ講師の方見てたなお前な怖かったなあれお前も見てたよお前眼鏡かけて見てたじゃんちゃんと俺はその眼鏡かけてるから普段からそれでさなんか異性関係の問題みたいなこともあったじゃんコンプラでコンプラでねお前関係ねえだろっ思って。はめちゃくちゃあるわ俺もエロゲド俺もめちゃくちゃ意識してるわコンプライアンス芸人だしねああまあまあまあ 結局、中野君はさ、その後に僕、ちょっと明日早いんでってタクシーで帰っちゃって、あもうね、似てらんなかったんかもしれませんね。うん、で、その後オお宅3人で、うん、いや、ちょっとわれわれしゃべりすぎちゃいましたかね、みたいな反省会やってさ、<laughs> うん、終わった。それが朝4時あ<ー> <laughs> いやーまあそれは帰るわな中野くんだって仕事あんだからさでその後ママが群馬出身で、うんうん、なんか布袋寅泰と日村京介が多分群馬出身だからっていうのでなぜか布袋寅泰の映像30分ぐらい見させられてる時間があって <laughs> 最悪の時間 <laughs> お,おまけおやめろお前聞いてるかもしんねえぞこ友達 <laughs> な,<あ>なんで坂道バーでバンビーナ聞かなきゃいけない <laughs> <laughs> お前は悪口を言わないと終われない体になってんな <laughs> コンンプライアンス受けたばっかりのそんな先週でした、そんな先週でしたじゃないんですよね <laughs> いや、恐ろしいですよ、まあでもそれこそね、うん、もうさっきの話、ちょっと戻るじゃないですけど、そのバキュン入りすぎ問題、うん、えー先週がね、もう特にやばい回という感じに。うんうん おそらくなってるんじゃないかということでね、うん、あの正直、俺、収録中にもやばいなと思って、の多分終わりで言ったんかな、3箇所ぐらいやばい場所あるわみたいな、確実にこれもうバキュンですわみたいな、言って、収録は終わったんですよ、うん、でその後ね、作家の池谷さんと雑談してたらね、うん、あの7箇所ぐらいバキュンありましたって言われて、お前のせいで俺も感覚いかれてんだよ、お前、もう4個見逃しちゃってんのよ、マジで。 俺もさ、今、もうあなたのせいでまじ感覚がちょっと今、おかしくなってるというか、<ー>もうなんかその、なんだろう、もう臭いところに過すぎて、もう匂い感じなくなってるというかね、えー、もう本当に、もうこの間も困ったというか、うん、もう最近、あなたはもう本当に悪い癖だけど、うん、もうラジオとライブシーンっていうのは使い分けなきゃいけないもんなんですよ。うん、言うはは俺は表ではまあ ライブは若いお客さんも多いから兄、うん、オタとして私はやってるわけなんです<ー>一応はねでも別に時にはちょっとエロゲオタも出す<ー>ただエロゲオタ出す時っていうのはコアなお客さんがいるライブでのみちょっと提供してるというかその常連さんのみに提供してるものなんですよ<ー>そのやっぱりその提供お口に合わないことが多いんです一チさんはだから俺はその空気を感じてやってるんだけど、うん、最近あなたはそのラジオのせいか知りませんけども、うん、感覚がいかれ ちょっと口を開けば、痴漢者トーマス VS デカチンおじさんを多用するわけですよ。<laughs> うん、もう俺は何もしてないのに、あなたに滑らされてる状態が続いてると。すごかったら、無限大ホールがシーンとしたもんな、<laughs> デカチンおじさんだか,だからこいつが悪いんですよ、マジで。<laughs> 俺、マジ、おかしい。俺は分かった上で使ってないというか、言ってない。いやもう、お笑いライブというのはね、もうそういうとこですから、それは、うん、いい悪い、空気読むっていうのが一番大事な仕事なんですよ。だから、うん、この間、その弊害が出たっちゃ出たっていうのがあって、うんまあ、あなたがそんな単語平気で言うから、俺の中のハードルも下がってるから、うん、普通に、も俺も悪い意味なく、普通に、なんか抜き毛がうんたらかんたらって平場で言っちゃって、うん、もう、変な空気になってね、うん、もう最近、コンビ2人で検挙されてん はいはい、ライブとかで芋づる式に俺まで最近変な感じになってるというかお前のせいでいや今日のコンプラ研修でさ今まで炎上した例みたいのでいくつか番組とか上げられてたじゃん<ー>多分来年あたり乗るんじゃねえかな最果ての先生 <laughs> そんな売れてねえよあれ売れてる <laughs> 売れてるやつの番組とか <laughs> お前絶対これダメですよこれ本当に <laughs> コンプラ研修の例えで乗ってたやつなんで <laughs> マジでこれダメですからね本当にお前バカかてめえは 絶対出すねそんなの。いや、恐ろしい男ね。で、もう一つ、うんえー、ニュースがあるといえばね、もうわれわれも焦りに焦りましたけど、うんえー、ライブのダブルブッキングっていうのがありましてね、本当にびっくりしってた。 かぶりね結構かぶったとしても、うん、なんかちょっとだけとかだったら、ネタの出番とか早くしてもらって、ね、たりとか調節したりとか、まあでもそれも事前にスケジュール把握しておいて、うん、まあ2週間も3週間も前に話し通してやってもらうんですよ。うん、ただ、われわれの今の居場所って、マネージャーっているんですけど、スケジュール管理自体は自分たちでしなきゃいけないっていうのがあって、正直だから、コンビの失態ではあるんですけど、うん、あの仕事を引き受けって言われたんですよ、空いてる空いてるつってって、2つ受けたら、うん、<laughs> どっちも18時半の仕事で入って、 行ってたんですよ、うん、ホールとドールドムっていいう近い劇場でそこを気づかずこう入れててそれを気づいたの前日ね、うん、あの入り時間のメールが来て <laughs>、うんって見たらなんかこれ時間一緒だなみたいな感じになってもう俺冷や汗だらだらよ<ー>これとんでもないことになってるっつってしかも23週間前に調節してもらうっていうのは可能だけど前日に調節ってこれできんのかっていう。ラ、うん、ライイブブもなんか片方のライブは ちょっと新ネタみたいなの2本やるライブ、うん、で、片方のライブはネタとコーナーやるライブで、うん、どっちもそこそこ出番がある。 ライブっていうので、ちょっとスケジュール調整もこれ、だいぶ難しそうなやつ、下手したらどっちか断らなきゃいけない、前日にっていう状態になりまして、うん、もう俺も焦ってあなたに連絡してね、もうこう調節が必要だから、まあだから、2箇所に迷惑かけてるわけじゃないですか、2個受けてるわけだから、うん、だから、俺、片方の方に連絡するから、申し訳ないけど、あなた、ちょっと片方の方に連絡取って、そのやり取りして、ちょっと調節してもらえないかって、俺はあなたに連絡しましたよね。うん、そしたたらあなたはちょっと 無理かなと、うんなでだって俺は言うじゃないですか、なんで無理なんだと。そのあなたからの連絡が来たときが、桜坂46の大阪公演の配信の30分前です、一番集中してる時間です <laughs> いやだから、あなたが急に言い出して、うん、なんかちょっとオタクのちょっと大事な集まりがあるから無理だって言われて、そうそう俺、まずそこでイラッとしましたよ、うん、そこでで。で オタクの集まり、いや仮にオタクの集まり,集まりだと思うと、連絡するだけですから、うん、俺は片方、謝るために集中したいから、片方はお前が謝ってくれって言ったら、ちょっとすみません、本当に無理です、これ、結構大事なやつなんでって言って、うん、まあ俺もだそんなに言うんだったらって想像したわけですよ、そのオタクの集まり、あじゃあ結構有名な先輩とか、いるのかなと思って、例えばグランジの遠山さんとか、般若、うん、のカナダさんとか、あなた。 の有名なね、お仲間じゃないけどね、うん、一緒に話したりする仲じゃないですか。だからこれはとんでもないスケジュール、こいつは組んでるから、 無理なんんだっってて断られてると思ったんです今、まあ、しょうがないっつって俺はだ結局2箇所に頭下げてなんとか連絡取ってもう同時進行ですよもう頭パンクしそうでしたよ、うん、もうどっちにも頭下げて申し訳ございませんでなんとかスケジュール組んでもらってねあのとりあえずこれでじゃあ両方とも出れるってなってそのスケジュール組み終わって後日ねあのその相手方のツイートかあなたのツイートか分かりませんけども、うん、そのお宅の集まりの詳細がツイッターで語られてたの見たんですよ、うん、そしたらね ね、ウンダンク野うって書いてあったんですよ、うん、誰だよっていう <laughs> 言いたくないですけど、うん、誰ですかキ運ダンクやそう売れてる方ですか売れてねえだろどう考えても <laughs> <laughs> いやびっくりしてで俺調べたら、うん、後輩よねしかも後輩後輩先輩とかなら分かるけど後輩の集まりであなた無理って言ってたんですよびっくりしてね俺もねでなんかその その安保くんだっけ、うん、俺名前もよく分かんないんだよね。おめじゃあやれよ、お前。俺が散々さ、頭フル回転させて、どういう文面で謝ろうかとかずっと考えてたのよ、安,安保、安保 <laughs> 安か,か知らん俺,俺は知らん俺,俺,俺はお前に聞きたかった、<あ>気運ダンク誰やねんって話だからな。<laughs> の知り合いの立山さんって方がいらっしゃって、その人俳優をやられてると、<や>その人も坂道オタクっていうのでいやだからその、まずどういった経緯でね、まずあなたがその気運ダンクとつながったかも俺は知らないわけですよ。うんうん、ど,どの回は、まあ同じ集まいやつなのダンクの安保君か安保君はバカにしてもいいけど、立山さんバカにすんだよ。立山さんのスカットジャパンにちょい役で出てるからな、ね。 <laughs> お前それが一番バカにしてるからな <laughs> スカッとジャパンにちょい役って言い方が <laughs> いやだからお前それだったらいや言いたくはないよ別にその見ながら断れたでしょっていうそのライブの調節あなたできたんじゃないですかっていう話なんでいやさっきも言ったようにねやっぱライブ30分前って一番緊張するタイミングなんで俺たちにとって、うん。<laughs> いやいや、お前、ライブダブルブッキングしてる方がもっと緊張するだろ、<laughs> お前。どうなるんだ、明日って。俺はもう気が気じゃなかったの。いや正直俺、俺はどっちかのライブなくなると思ってて。<laughs> <laughs> いや、だからそれもね、あなたからビンビンに感じたんで、うん、俺は無理やり2本入れたからな。<laughs> 絶対に2本出てやろうと思って。というのでね、はい、迷惑かけましたけどもね、オープニングはこんな感じでよろしいでしょうか。<laughs> はい、はい。というわけで、参りましょう。N93。 からたちの最果ての先生。はい、ネーム紹介します。えー、ラジオネームドットオリジナルさんからですね。はい、前田さん、大山さん、こんにちは。毎週楽しく聞いております。私は漫画のチェーンソーマンをよく読んでいるのですが、特に好きな一コマをタトゥーとして入れました。 また実際に入れてみると一つだけでは寂しいことに気づき他に好きなゲームや漫画のタトゥーを入れてみたところ推しの代償としてみるみるうちに腕の肌色が減ってきていますお二人はお仕事柄このようなことは絶対になさらないかと存じますがタトゥーとして入れたいぐらい尊かった推しの瞬間顔面やゲームの一場面タイトルロゴなどはございますか とということですね僕らねタトゥー入ってないけどデジタルタトゥーは山ほどあるんでねヘラヘラすんなよお前あなたエロゲ界の売田純子って言われてますから <laughs> 言われてねえよ一切もう顔までデジタルタトゥー入ってるから入ってねえよ別にエロゲは別に何もやましいことはないですよ健全な趣味というかねワンにも悪いことはないですからまあだからタトゥーを入れるぐらい あの入れ込んだものはありますかっていうお問い合わせですけども、うん、まあそうですねそもそも我々オタお宅はタトゥーを入れるっていうところでまずね踏みとどまってしまう感じはあるのかもしれない、うんまあ、坂道グループととかその見てるるたまにいるけどね。 何ていうの推しの名前入れてるみたいな。いや、多分、推しの名前も、なんかグループ名入れてる人は見たことある。あ<ー> <laughs> 桜坂46ああ、なるほどね。で、そのタトゥーもなんか種類あるじゃないですか。なんか1週間で消えるタトゥーと、うん、あーまあその、一生消えないタトゥーとみたいな。お前のタトゥーは一生消えないタトゥーだけどな。<laughs> お前のデジタルタトゥーはな。ヘラヘラすんなよ、お前。マジで。俺のは別にタトゥーでもなんでもないからな。勲章だからな、俺のは。悪いけど。<laughs> 伝説だよ伝説の始まりだよ、リスナーは今、伝説の始まりを目の当たりにしてるところだからな今思い出したんだけどさ、後輩でさ、野球好きの後輩がいて、ああ今、横浜にバウアーって選手がいるらしいのよ、ああでも去年までバリバリのメジャーリーガーみたいな、はいはい、ただなんかちょっとトラブルがあって日本に来ましたみたいな。で、そのバウアーって選手がなんかオタクらしいのよね。 でなんか YouTube やってて秋葉原を探訪するみたいな動画とかアップしてるらしいの、ね、よでなんかアニメイトとかいろんなところ行ったりしてるんだけどカードショップとか,んなんかあるお店に行った時に間違ってなんか同人誌のコーナーに入ってしまったらしいの、ね、よあオタクショップのそうそう、うん、で慌ててそのバウアーが顔真っ青になって出てきてここは行っちゃいけない場所だみたいなこと言ってんの、ね、よ <laughs> 元メジャーリーガーで何十億も稼いでた人とかさあんなビビってるのにお前全くビビらずにさカメラの前とかお客さんの前でエロゲとかさ同人誌の話するじゃん <laughs> 俺なんか改めてお前のこと尊敬し直したんだよ <laughs> お前そんな言われ方したらなんか「ありがとう」とは言えませんな。<laughs> そんないやだそれこそ海外はほらなんかそのエロにやたら厳しい国とかあるじゃないそのどこの国出身か俺は存じ上げないからあれですけどなんか外国の人がさ日本って普通に雑誌に水着とか載ってるとびっくりするうう <ん S 2> そうそうだからめちゃくちゃ厳しい国とかあるからだからまあ普通にだからまあ違法ショップだと思った可能性はあるよね <あー S 1> 俺たちにとっては普通のショップなんだけど闇市みたいな。 <laughs> でその例えはちょっといいのかとは思いますけど <laughs> ダメな気がしますけどねだからまあどうですか尊かった瞬間や一場面とかああいうあるんですけ俺もし入れるとしたら、うん、その見えりで一回竹本優ちゃんがおんぷちゃんヘアみたいなことしてた時がある、ね、あのよ。お邪魔女の音符ちゃん いやそれなのかよくわかんないんだけど音符ちゃんヘアってなんかあるのよ、こういうなんか、お邪魔状どれみ発祥かは知らない。じゃあ違うな、音符ってそっちの音符か、記号の、方か多分それだと思うけど、そっちの、そうね、アニオタならではのが出ちゃった感じですかね、それのの時のね、おんぷちゃんヘアの竹本ゆちゃんめっちゃ可愛かったから、もし入れるとしたら、型にタトゥー入れたいな、その音符ちゃんヘアの。で、タンクトップ着た時に見えるように。さ ゴゴリゴリですねたださおタクがタンクトップ着るとさみすぼらしいんだよ、うん、なんか <laughs> もうガリガリだからねなんかほんと戦後のサトウキビ畑みたいになってる <laughs> お前すげえ穴たとえすんな <laughs> ななんとなくわかるけどさ戦後のサトウキビ畑とか,なんかたまにんなんか公園でなんかやけに鉄棒うまいおじいちゃんとかガリガリだけどさ <laughs> ガリガリでちょっと白のタンクトップちょっと汚れてる感じのやつだろうイメージだけどそういうイメージなのよなオタクのタンクトップ <laughs> いやそうですねまああるということではいじゃあもう一つご紹介あなたはないんですかそのタトゥー入れたいみたいな推しのいやタトゥー いやだからその、そなんていうんですかね、それこそ海外の人とかだとさ、日本のアニメのキャラクターのタトゥー入れてる人とかいるじゃん、うん、いや、だからその、まあ、俺なんかは、まあ、そのアニオタにも多分いろいろ種類あって、多分一押しの方もいると思うんですよ、その子しか好きじゃないとか、うん、でも俺なんかどっちかっていうその、まあワンクールごとにアニメ見てるんで、ワンクールごとにまあ好きな子変わるじゃないけどか、うん。嫁が変わるっつってたもんね、<laughs> いや、嫁が変わるというかね、まあまあそうだ,だからワンクールごとにまあちょっと好きな子、ちょっと変えさせていただいてるって部分があるんで。うん ビッグダディみたいだ、ね、<laughs> 兄弟の <laughs> 兄弟のビッグダディーに <laughs> だからさ俺はだからそうねだから好きな作品はエロゲでもあるんですよ「G 戦場の魔王」とかっていう作品の、ね、最後のシーンとかだから、うん、まあそうですねだからタトゥーで入れるってなるとだからどこのシーンをタ,、ね、タトゥーにすればいいかっていうのも分かんないんでねっていうのはありますねはいではもう1通ご紹介します、はい えー、ラジオネーム「ネットシャワー」さんからですね、はい、空たちのお二人スタッフの皆さんこんばんは、えー、最果ての先生毎週楽しく拝聴しています、えー、お二人とも地上波枠についてお々のの考えがあるかと思いますが一リスナーの私としてはぜひ地上波枠を勝ち取っていただきたいと思っていますなぜならば楽曲が流せるからです前田さんの思い出のライブの曲 大山さんの思い出のシーンの曲、お二人の思い入れの強い曲とトークを聴ける日を心待ちにしていますと。なるほどね。どういうことですかね。確かにね、地上波いけば曲流せるんだよね。そうですね。それは俺にとってはめちゃくちゃでかい。 いや、俺もでかいよ、それなんか、今、切り離されたけど、それは一緒でしょ、<laughs> それはさ、なんか、その、思い出の楽曲っていうよりかさ、やっぱ、例えば、欅坂46とかだったらさ、サイレントマジョリティとか、不協和音とか、みんな知ってる曲もあるわけよ。確かにそういう曲も流したいんだけど、不遇の曲ってあるのよ。オタクですら話題にしてないような曲っていう。なるほどね。で、欅坂46に、ごめんね、クリスマスっていう曲があるのよ。カップリング曲なんだけど、オタク、誰もその話してないのよ。 なかったことになってるそう、なかったことになってる、俺が流してあげたいと思って、ここで、うなん俺だけだよ、去年のクリスマス、山下達郎でもマライア・キャリーでもなく、ごめんね、クリスマス聞いてたの、いやいや、おたでもいなかったと思う、ごめんね、クリスマス聞いてたの、おたはいるんじゃないですか、さすがに、少数なのかもしれないですけどね。 いやそうなんですけど、まだ、あ、俺の方もね、まあ、だから流したい曲というか、まあでもそれこそこのエロゲにあるの曲っていやあるだろうそれはずっとクチュクチュヌチュヌチュ,ヌチュ言ってるだけだじゃない <laughs> お前さ良くないなこれはまあリップグリップ岩永くん<え>待ってますよ <laughs>、えー、資格を送り込まないとねというのでね、まあ好きな曲で言ったらね、まあこの青空に約束をのまあさよならの代わりにとかねあ,<ー>あの好きな曲を挙げると挿入歌みたいなこと あそれはね、そうね、エンディングで流れるやつなんですよ。まあ、なんか、主人公が離島で暮らしてる子で、離島でまあその学校があって、その。 なんていうんですかね、寮生活してるんですよ。その主人公一人と女の子五、六人で寮生活してて、まあそれが最後の方になって、まあそのもう寮生活終わりにしなきゃいけないっていう時に、もう最後の日に流れる曲なんですよ。<ー>みんなが泣きながら歌うみたいな。もう、もう一旦みんなと過ごした日々がなくなるっていう時にもう流れる、もうね、あれは卑怯な流れ方するというか、あれで泣かない奴はいないねっていうぐらいの名シーンね。エロゲの挿入歌ってなんか嫌な響きだね。<laughs> 今考えたんだけど <laughs> やめてくれよマジおいこいつマジかおいエロゲリスナー <laughs> こいつは刺していいぜ本当にとんでもないやつですよ実際あるのそういうシーンの時に流れる音楽とか <laughs> いやそういうシーンの時は邪魔になるからないですよ、うんうん、あ,あないんだそういう時は口チのうちのうちを聞きたいっていうのがある抜きゲーマーはね俺はちょっとそっちタイプじゃないんであれですけども最果ての先生 N935 月期結果発表 <music> ということで今月もねこの時がやってきました N93 は競争性のラジオ番組となっておりまして1位は地上波に格上げ、うん、半年後最下位の芸人は脱落という厳しい戦いになっております。前回が4位そう まあね、この内容だと大健闘ですよね <laughs> いやまあ4位で大健闘の番組ってどうなんだっていう <laughs> <laughs> 4位で大健闘だろうどうなっちゃうんだよこの番組をまあね最下位にならないまあ最下位確定だと思ってたからね <laughs> いやまあ正直始まった時は終わったと思ってたよ、うん、<俺は> <laughs> 正直半年でどう、うん、どうね伝説残すかみたいなね、うん、感じにはなってましたけどもね、うん、じゃあいきましょうそれでは発表します、はい、N 十三、最果ての先生5月期の順位は封筒で渡されましたねえー、見てみましょう第2位 2> これはちょっとまずいですね <laughs> いやちょっと今寒気しましたねなんか。 これ外に出たらやばいラジオだ<や>。こ<れ>要するにあれでしょあの<ー>スキャンダルを起こしたプロ野球選手がさ。あのオールスターとかでなんかいたずらでなんか順位に上げられるみたいな。<laughs> ちょっとそうですね。逆にさらしてやろうぜみたいな。ちょっとやりすぎてるかもしれんな。<laughs> これ野球の回数とかもポイントになるとかる <laughs> いや, <laughs> いやの可能性は出てきてる。 だとしたら最近そのマシンガンみたいなのぶっなたれてるからさ<あ>だいぶ、ね、回数は稼げてるいやもうそうなってくると周りの N93 のね、うん、パーソナリティたちはどうキンを入れるかっていうことになってきます、うん、ただしですよ、うん、4月5月期総合では3位ということであ,<ー>あくまでも今月の2位なんで総合は3位というまずいなシーラカンスが東京湾の浅瀬に上がってきてる <laughs> <laughs> いやいやいや <laughs> 海の,の目に晒されるそもそも地上に上がれないからね深海魚は上がったら目ん玉飛び出るからね。ね、うんうん、ということで今月2位の総合順位3位という形になってまして、うん、毎月くじ引きで与えられるお助け特典ですがなんと今月ゲスト うん、を呼べるこことととになったいうことですね初ゲストということでもうこのラジオ内でもう誰を呼ぶかね、まあ、初ゲストは大事ですね、まあ、そう考えてもいいんじゃないかっていう竹本ゆうちゃんでお願いします <laughs> だとしたら俺は田中ロミ明先生でお願いします <laughs> ということになりますよどっちも難しいだろうどう考えても <laughs> いきなりそんな田中ロミ明先生は顔出しとかしてんの いや、してないです、ね。ああ、じゃあ難しいな,なんか。そうね、座談会とかでも俺文章でしかお見かけしたことないかな。なんかネットで検索かけて田中ロミオ先生っぽい方の写真が上がって。 た気がするぐらい<ー>それが本人かもわからない,っていう状態の方なんでななまあでもラジオだったらね、まあ、例えばこれが届いてれば、まあ、エロゲ業界を救うというい、ね、気持ちで出てくれるかもしれませんからねどうせギャラのこと考えたらリップグリップ言わな永だろ<笑><笑>おいやめとけよお前いやリップグリップ言わながか逆に呼べないわ、うん、お前のせいで。 逆にあいつエントリーフィー払ってくるんじゃない,い 1> <laughs> m 1みたいな1000<の>円で賞ーレースみたいな出させてくれっつって、うん、お前を倒すためにやってくる可能性はありますけどもそれかねでかミちゃん呼び出すって言ってもあるけどいやでかみちゃん来てくんねえだろそれはあれはどういうことですか <laughs> いやもうそれが分かってるがゆえに来ないだろうね戦わなきゃいけないからめちゃくちゃ用意しなきゃいけないの いやーでも、どうですかね、リアルに考えると、やっぱり自分たちに距離が近い方というか、あんまり遠い方というか、うん、でそれに、だって、これ、分かんないけど、これ、まあ、呼ぶわけじゃない、そのよ予算というか、分かんない、そのここの予算がいくらなのかにもよるじゃないですか、例えば10万も20万も詰めろんだったら、ビッグゲストも呼べるだろうしあ俺、竹本うちゃん呼べるなら、ポケットマネー払いますよ。<laughs> あのそういうことじゃないのよ、たお前がポケットマネー出すって言っても、多分 TBS が許さないから、いろいろあるから、いくら払っっててると思ってんだ,よ <laughs> だ予算がいくらぐらいなのかにもよってね、やっぱりその呼ぶ方も変わるんじゃないですかというとこですけど、うん、まあ,あなたが呼べるというか、お声掛けできるという意味でね、うん、スケジュールは別として、グランジの東山さんとか、あなた、ね、はいはい、ライブとかもよくやられてるじゃないですか。ラジオスターですからねそそうそうとか、例えば呼べるんだったら、あなたで言ったらいいんじゃない ないですか？<ー>どうですか？だから俺で言ったら？ なんでしょうねリアルなとこでいうと、まあ、松崎さんとかね、元優しいや、<ー>もエロゲ仲間なんですよ。で、なんか俺はシナリオゲー重視でやってるんで、うん、であの松崎さんは抜きゲー重視でやってるんで、二、うん、方向からエロゲについて語れるっていう、ディープなエロゲラジオが、派閥が違うから、ね、派閥が違うんですよ、うん、その松崎さんとは。うん、なんであの、たまにライブでももめたりね、<laughs> 方向性の違いでね、あるんですけど。でも今以上にバキューになるでしょ、松崎さん <laughs> いならねえよ。俺たちは常識あるからね。 エロゲ業界は治安がいいからね、うん、だから松崎さんとかですかね俺の業界で言うとそれなんか俺の業界って言ってんの <laughs> エロゲの。<laughs> いや、俺の業界だよ <laughs> エロゲ業界はもはや 俺がもうその地位を向上させるつもりでやってますからね。<ー>うん、でか例えば中間、逆に中間の人呼ぶとかね、あのあ<ー>ちょっとライトオタクのアニメも通ってます、アイドルも通ってますみたいなライトなオタク呼ぶとかでもいいですし、うん、それかも全くオタクじゃない人を呼ぶっていう手もあるけどね。いや何、呼んでどうすんだって。これラジオ聞いてくれてる人人で<ー>オタクじゃない人 芸人で<ー>ケビンスの山口君とかさ「あのー、聞いてます」って言ってくれてたから <laughs> そうね俺も言ってもらったねケビンスの山口にでどっちがキモいか判断してもらう <laughs> いやそうね、だからその山口も言ってくれてたんだけど、めっちゃ面白いですって、ありがたいこと言ってくれてたんだけど、うん、これ、多分終わったとしても引き取り先いますよって、やっぱ終わる前提の<ー>、<laughs> やっぱりそのなんだろうな、うんちょ、天然の子ではあるんで、うん、ちょっとあのあの終わるとは思いますけども、多分新しい引き継ぎ先はなんかしらあるんじゃないかっていうていいて、ね、俺、おとと優しいずっと大君とご飯食べたのよ、<ー>全く同じこと言ってた、終わってもどっか引き継ぐんじゃないみたいな <laughs> い、ね。<laughs> やっぱりどっかで終わると思われてんだよね <laughs>。あまあこの放送終わった後もねちょっと検討する時間あるかもしれませんけどもね。岩永以外でお願いします。最果てのおたニュース。 はいこのコーナーはですねダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきますはいじゃあそれでは最初のニュース相方お願いいたしますはい桜坂46と日向坂46が所属する事務所マネージャー募集応募締め切り6月20日使用期間3ヶ月ということでですねすまん大山 <laughs> <laughs> いやいやいやすまん俺メンバーに寄り添うことにしたわ<笑><笑> お前何ラジオで解散宣言してくれてんだお前よまだこれ終わってねえんだぞお前今年の m マ1は岩永とユニットで出てくれダブルエロゲオタクとして青空チンゲチンゲで<笑><笑> <laughs> お前お前ちょっとず師匠というかとんでもないとこへ行 <laughs> 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 くんじゃないよお前大師匠というか <laughs> ナイスアマチュア賞とか狙え <laughs> 俺らアマチュア賞エントリーできないのどっちもプロでいっらゃてもら青空的なマッケだとさ平気で言うなってどうせ馬紀も入ってんだから一回にしとけよマジで多分さ吉本もマキンも多分 NG 出すじゃんいやそれはそうですよだから岩永と独立して事務所作ればいいだからさ爆笑問題さんがさタイタンとか事務所作ってるじゃんそれと同じような感じで青空的なもパイパンどうしても言いたかったんだろうなお前これ どうしても言いたかったのかそれタイパン所属の青空チキンッケですって <laughs> お前矛盾してるけどね地上波にあげんな俺らはもうダメだこ上がれないぞこんなんじゃだからさ m 1落ちた時もさやっ,ぱやっぱコメントとかしないといけないんじゃ <laughs> ツイッターとかでさい言いやすいよそう、ね、1> m 1気づいたら落ちてましたチンゲだけにとか、ね、<laughs> <laughs> お前そんな落語家みたいな落ちでほっこりするかお前、ね、また来年生えてこれるよう頑張りますとかお前がエロゲマンダーしろよもう お前が嫌なこと考えるときは、お前、エンジンかかってるな、お前、本当に。とんでもないよ、募集してるということでね、でもそれこそね、あなたみたいな人は受かりませんから、多分もうあのパチンコ屋の,あのスタッフさんと一緒で、パチンコ好きな人はなんかやっぱああいうの受からないって、俺は聞いたことあるんですけど、やっぱりそういうのと一緒じゃないですかね、やっぱ受かりづらいというか、だってもう、あなたアイドルオタクですって言ったら、やっぱりその通らないんじゃないですか。 やっぱチェックされるかなうんだって、それ近づこうとしてるっていうのは、もうすぐ一発でわかるじゃない、うもうね、千葉知らせてるわけだから、あなたは目を、あそっかもう多分それはもうアイドル興味ないっていう、ゼロの人間じゃないですか、雇われる人は。この番組とか聞かれたら、一発で落とされるだろうな。<laughs> いや分かってんだったらやめたらいいのにって思いますけどねあ,<ー>あんなベラベラペラペラマウント取ることだけに命かけやがって本当にあのはいじゃあ続いて私のニュースですねはいじゃあ行きましょう エロゲユーザーの年齢層のアンケート結果が意外な結果にということになりまして、これに関してなんですけども、あのツイッターで,です、ねうん、フリーの絵描きの方のゴーワンさんっていう方がいらっしゃるんですよ、うん、あのフォロワーが結構いる方が。いや、そこはちょっと俺もパッと見ただけなんで分かんないです、フリーの絵描きって書いてあったんですけども、うんえー、そこでアンケートを募集したんですよ。あのエロゲやってる人の 年齢、あなた何歳ですかっていうので募集して、うん、俺も、まあ、エロゲ業界が盛り上がればと思って、参加したんですけども、うん、あの、やっぱ今、エロゲ業界って、やっぱ衰退してるって言われてるんですよ。うん、あの、どうしても。なんだっ2000年代前半が全盛期って言われてて、うん、まあ、そこからは。会いに行けるアイドルが出てきて、なんか衰退していったって言ってたよ、ねうんまあ。っていう説もあるっていうのが、うん、結局、みんな生がいいんじゃねえか。<laughs> <laughs> お前のその生って言い方も嫌なんだよ、なんか。 いろいろかかってて、<laughs> お前、よくないぞ、そういうの。えー、っていうのが全盛期で、だ結局、その時代の生き残りが今のエロゲ業界を支えてるってよく言われてるから、うん、まあ30代から40代がもうトップで、まあ、10代、20代はほとんどいないんじゃないかっていうのが通説だったんですよ。うん、ただ、その結果ですね、それが覆されたということで、うん、アンケート結果なんですけども、えー、18歳から22歳が25%。 えー、23歳から29歳が 38%30、うん、歳から39歳が 28%40 歳以上が10%で3万2941票集まりましたということでしてまさかの1位がですよ23歳から29歳ということになってまして<ー>エロゲ業界も若返りというかちゃんと新規ユーザー入ってるっていうのが証明されてねエロゲ業界に新しい活路が見出されるっていう。単純に年取ってて性欲が減退して <laughs> いやこれね、ツイッターでもすげえ書かれてたんだよ、ああやまあね、<う>そこに関してはそうなんですよね、だからやっぱりその、若い方が元気じゃないですか、<う> <laughs> 言いたくないですけど、<laughs> うん、やっぱりだから、新規参入はしてるんですよ、で、まあ、俺ら世代、30から39歳ね、まあ、ここが28で2位なんだけど、まあ、そらくね、ここで1回壁があるんですよ、言ったら。 そう何の壁かっていうと、家庭ができるっていうこがあって、ね、そうなんですよ。一回、ちょっとエロ毛からやっぱ離れる方がいらっしゃるんですよ。うん、で、エロ毛から離れて、ちょっと、 家庭というかお子さんとかできたりして、一段落した人たちで熱心な方たちが戻ってくる、それが多分40以上が10%っていう、だからもう、この10%はもう選ばれし者というか、ね、そうなんですだから俺が今、もうそろそろ今壁に立ち向かわされてる段階というか、うん、エロゲの壁乗り越えられなかったら、俺はエロゲーを捨ててしまう可能性もあるという。 時期かもしれない、ね、でも高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいぞミスチルが歌ってたからミスチルの歌詞の、うん、でもあなたもそこに関してはでも一緒じゃないですか,、うん、か年齢重ねるとやっぱりオタクってやっぱ減ってくるじゃないですかイメージとしてまあ確かにね、うん、確かに結婚は一つのターニングポイントかもしれないけど意外と坂道グループとかはその夫婦で来てる人とか多い。うん あだから40代50代ぐらいだろうなってそれこそだってその、ね、ライブ会場とかで出会った方とかの可能性はありますよね、うん、だ,ってだってさっき話したさあの、うん、桜坂3期生の山下しずきちゃんと日向坂4期の正原寺陽子ちゃんのことで喧嘩してたオタクたち、うん、あれみんな多分50代 <laughs> <laughs> いや俺の想像もだいぶ上行ってたわ、うん 俺話だけ聞いてたから同年代かと思った全然違う俺より全然年上めちゃくちゃおじさんじゃん会社でもだいぶあの地位が高い人たち。ああそうえ、うん、ちなみにその方たちはもう結婚さしてた子は結婚してるお子さんもいるああじゃあすごいお前みたいなやつっているんだな、うん、無限大の楽屋でオンライン握手会するみたいな、えー、いやーということで以上最果てのオタニュースでした はいということで、エンディングです。はいということで、どうですか、今回は前回に比べたら、だいぶ罰金は少ないと思いますもうね、正直、前回がひどすぎたんで、こっちもね、<laughs> 落として落としてお届けするっていう、慎重なラジオになぜなら今日私たちはコンプライアンス研修を受けてきたからです。<laughs> 皆さん結果は出てるでしょうかね、はい、これは聞いたリスナーの方から返事をいただかないと分かりませんのでのコンプライアンス研修で攻めすぎた発言をすると炎上する可能性からいじっていい相手を判断しましょうっていう項目があったのよ田中ロミオ先生とバグバグはいじっていいってことだよねいやダメですダメです判断基準としてもうあの方達は表出てないんでね、うん、ということでまあ一応ですね もう最後告知なんですけども、はい、まああれですよねあなたとリップグリップ岩永くんが、うんえー、揉めてることに関してもう完結させようということでねライブをするっていう話をしましたが、はい、一応詳細がねある程度決まったということで、うん、ちょっとここで告知させていただきたいと思います、うん、ちょっと変更あるかもしれないんでね一応こんな感じだって聞いといてほしいんですけども、えー、7月28日の18時45分から 1>, 1時間ですね、うん、タイトルはオタクのザ・セカンンドマルシそびれた芸人にもう一度チャンスを、うん、完全にもうあの、ね、うね、あなたが前に言ってたラジオで、ね、言ってた通りのタイトルなんですが、さすがにちょっと混同しすぎるということで、オ、うん、タクのをつけさせてくれということで、オ、うん、タクのザ・セカンド、<laughs> でまあ、マルしそびれたで配慮しているということで。<laughs> えー、もう決着をつけましょうというライブで、まあ、詳細はね、何やるかとか、まだちょうど決まってないですけど、はい、ここで決着をつけてもらおうじゃないかということで、なんかいろいろ MC の人とか見届け人とか、キャスティングされるらしいですね <laughs> そうですね。ある程度の人数揃えて、うん、もう 結末まで持っていこうじゃないかとあなたいつまでもリップグリップ岩永軍岩永軍と言ってるんでね、うん、そこで一段落させようじゃないかということで、まあ、決着つかなかったら最終的には相撲で決着つけます<笑><笑> <laughs> あのそんなに簡単に決着つくんだったらこんな争わないでくださいこのラジオで長い間のようやく結末が。 まあそのライブで完結編としましょうじゃないかということにはなってるんでねはい、はい、興味ある方はぜひ、えーね、チケットとか発売になったら買ってくださいということでよろしいですかはいはい番組の感想やネタは最果てアットマーク TBS.CO.JP までお願いいたしますはいそれでは最果ての先生からたち大山と前田がお送りしましたそれではまた来週 竹本ちゃんがゲストに来てくれるのが楽しみだな <laughs> 田中ロミオ先生も待ってます <laughs>